はい、行きます。続き、まずはジャーナリスト助ける&罪にだよね、罪にを確保しなきゃいかんということで、ちょっと急いで向かいます。はい、急いで、間に合わないかもしれないけどね。まあそれでも前よりは移動力上げてきたんで、どうかなってところではありますけども、はい。そしてジャーナリストが狙われる。これ助けてあげたいけどな、助けてあげたいけど、なかなか難しいかな。さあ行くぜ。よっしゃ、まだ攻撃はできない。なるべくだったら1対1の戦いはしたくない。2対1、3対1ぐらいで一気を潰す。 OK。なんだ、うわー、はい、狙われている。おお、ナイスだなナイスだね。そして攻撃もかわされている。助けてくれ。どうしますか。どの道戦闘しなきゃならん、援護しよう。はい、行くぜ。なかなかこれ合流できないんですよね。はい、さあ、積み荷をね、回収できるかな。これってどうすりゃいいの、隣に行きゃいいのかな。あ、LR でこれ、変えられるんだ。あ、なんだ、LR でこれ、行動の順番変えられるんだ。そうだったのか。どうしたらいいんだろう。隣に行って、でさ、いや、なんか、積み荷を開けるみたいなのないよねどうしたらいいんだろう。こいつは行動できない。いやどうしよう。助けに行きたいけどね、どうしようかな。まあいいや、とりあえずじゃあここ来てアタックで、あ、ここ2つしか行けないか。一番手前のやつ攻撃したいんだよね。一番 手前のやつ。いやー、なんで行けねえんだ、なんで行けないんだ。隣に行きゃ行けんのかな。あ、行ける。これちょっとやりましょうか。これどっちがいいんだ。これテンペスト内蔵打撃機構、要はパンチだよねこれね。どっちがいいんだろうね。ちょ、ライフルで。よし。14。いや、結構食らうな、これな。結構、割とこう、パーツ、新しいいいパーツつけてきたんだけどね。結構食らうな。まあいいや、こういう感じで、3人で一体。落とすみたいな。いいね、いいね。そういう感じよ。こういうバトルよ。レベルアップ、OK、ナイス。よっしゃ。こういう感じよ。はい。アタック、OK。いいよ。もう遠くから、遠くから攻撃。当たれ。よっしゃ、よっしゃ。いいね。いいね、いいね。前よりは楽に一体落とせましたけど、合流しなきゃなーって感じだよね。どうすっかなー。難しいよね、これね。難しいな。判断が難しい。2機向かわせ、いやー、このごちゃごちゃまず先にどうにかしないと、また主人公を落とされる可能性あるから、ちょっとジャーナリストさんにはちょっと頑張ってもらってそっちに逃げるんだよね、ジャーナリストさん。そっちに逃げられると困るんだよな。うわー、もうボディがもう10しかないわ。来た。罪を回収しました。こいつはすごい新型のミサイルランチャーです。いや、欲しい。それ欲しい。あ、隊長、それか。
じゃあちょっとライフルでいこうか。オッケーオッケー、これは大丈夫。うわいいね、いいよいいよいいよ、いいですよ。これだからあれだよね、もう常にこうなんて言うんだろう、改造改造みたいな感じで行くのかな。改造というか機体の編集、そういう感じが、だから常に姿形を変えてパワーアップしていくっていう感じなんすかね。よっしゃー、いいね、パンチで OK。 とりあえずはもうこの積み荷を開けたやつさっさと倒したいな。もしかしたらこいつ倒したら積み荷の荷物もらえるのかっていう期待があるんですが、ガード OK OK OK、 いいねいいね、聞いてるよ聞いてる聞いてる聞いてますよ。ガードの上から叩き込むみたいなアタック。まあこっちで行こうか。 OK、 ちょっとジャーナリストジャーナリストほったらかしにしてるけどいいのかな。あーミスったー、ミスるねー、君はミスるね。まあしょうがないな。グレネード、これあれだからね、ちょっとあの命中率下がるからね、グレネードは。それでも当たってくれりゃいいんだけど。 OK、 13 OK。 あとジャーナリスト逃げる方向がね、これねミスってる形で申し訳ないけど悪く思うな、悪く思わないでくれ。オーケー、いいねいいね、聞いてる聞いてる。前より前よりどうですか、どうですかってあのプレイしてる僕が聞くのもなんですけど、なかなか楽にはなった気がするな。いや機体編集大事だねこれね。機体の編集大事、ほんと大事、これ妥協しちゃいかんね。ジーガーライフル、オッケー。あミスったー、くそー、足がやなんか弱いな。移動力、移動力をやっぱ重視したせいかちょっと弱いのかな、どうなんですかね。トンファー、トンファー、トンファーもいいけどな。ウィニーライフル、 OK、 いいね、おわしゃー、いいねいいねいいね。さあ行こうか。さあまず寄ってたかって数で勝負だよ。もうね、一気をもうボコるっていう、二人三人でボコるっていう。 OK、 それで行こう。ジーガーライフル、ジーガーライフルだぜ。おーらいった。おっと、ボディーがあと2しかない。うわ、足食らうな、足。ちょっと待って、足はちょっと守ってやらなきゃいかんのよな。ちょっと待ってくれ。ちょっと順番変えたいな。こいつ、こいつ、お前、お前なんか、ちょっと待って、アタック。ここ行きたい。いや、グレネード当たらない可能性もあるからな。近づくか？近づいての、近づいてのロングトンファー。で、どうだ？イエローマン。どうだ？いけるか？よし、わっかわされるね。君はかわされるね。あ、ダメだ。アタック。ああ、ダメだ。ちょっと待って。アタック。こっち。ボーンか。ボーンでもいいんだけど、もう虫の息だと思うから、近づいての、ああ、ダメだ。いいや。じゃあ、ボーンで、ボーンで行きましょう。いや、こいつ早く落とせ、これ。ボディに食らうかどうかわからんけど、ボディに当たれば
よしよし、あー足か足か、よりによってボディに当たらなかった、当たらなかった。アタック、こっちグレネード、ボン、うーん、グレネードでちょっと当ててほしいな。ここどうだ副隊長、当たれ、よっしゃ。うわー、またよりによって ボディに当たらなかった。まあいいや、レベルアップ、確実にこいつを倒せ、確実に。あー届かねーな、くっそ。いやーマジか、いやー、じゃあダメだ、アタックだな、こっちだな。ラプター、くそわ、こっちもこっちだ。よし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 、落とした落とした、オッケー、ナイスレベルアップ、いいね。寄せ集め装備だけどねこいつは。頑張った、よーく頑張った。よし、じゃあアナリスト逃げる逃げる、裏の方からこう登っていく形の方が良かったのかな。ジャーナリストの動きに合わせてこう、あれだよね、そっちの方良かったのかな。来たな来たな、トンファートンファー行こう。オッケーオッケー、大丈夫大丈夫、うーし、うわ、足んねえな本当に、マジか。なんでこう当たんねえんだこれ。あれ？こっち。こっちで、もうライフルでいきます。確実にこいつ落とせ。こいつ。残り2だよ。オッケー。よし。オッケーオッケー。ちょっと足8だから回復してやらなきゃいけないけどね。イーグレット A、ん？イーグレット R ランチャー。これでしょ、多分。これ強いんじゃない？結構。そして、ここ一体いるよね。いや、ジャーナリスト助けに行きたい。気持ちは助けに行きたいんだ。ジャーナリスト。どうしよう。どうしよう。助けに行きたい。行きたいけど。行くか？今から行って間に合うかどうかわからんけど。行こうか。ここに敵一体いるけどね。これ無視して。無視してもいい。まあ、グレネード。当たるかわからんけどね。オッケー。どうだ？ああ、いいじゃん、いいじゃん。当たりは結構大きいな、グレネード。結構ダメージ、ねえ、伸びますけど。ああ、これ。これここまで来るかな、怖いな。ちょっとお前は主人公機の護衛をしてくれ。で、こういう感じで、アタック。グレネード。いや、グレネードいいですよ。射程も長いしね。当たってくれりゃの話だけどね。あー、やっぱミスか。結構ミスるな。さあ、逃げろ逃げろ。まだボスがね、追うんですよ、向こうのボスが。耐えろ。うわー、あと4しかねー、あと4しかねーぞー。これ助けりゃなんかこうね、ボーナスもらえるのかな、どうなんだろうね。うわー、おー、大丈夫大丈夫大丈夫。うわー、ミスった。まあミス多いっすよねこれ、この作品。ちょっとね、回復したら、あれだよね、一旦動けなくなる、一旦動けなくなるというか、まあでも足落とされるよりだったら、アイテム使って回復した方がいい気がするけどな、足回復しよう。ジャーナリストを助けに行こう。はい。お前は、ちょっと敵を倒したいんだが、こっち行こうか。ロングトンファ、グレネード。グレネードちょっと行こう。当たれば大きいから。これ倒せ。うわ、やっぱミスだな。この距離でですよ。
1マス距離で外れるっていうこのね、3メートルから、あ、バッターまでの距離3メートルでストライク入らないピッチャーみたいな、なんかそういう感じしますけどね。やばい、ジャーナリスト落ちる、足がもうだいぶ、はい、弱ってますね。オッケーオッケー、いいね。腕もちょっとだいぶやられてんな、主人公は。腕もやられてるが、どうだ、落とせこれ、うわ、落とせない、なかなか落とせない。それでもやっぱ護衛つけといてよかったわ。ちょっと、順番変えて、ほら行くぜ、あと一旦耐えてくれよ、あと一旦ジャーナリスト耐えてくれ。よし、さてここだ、もう確実に一体落としたよなこいつ。トンファーだったらどのぐらい食らうかな、あんまり火力は高くないんだけど、よっしゃ、片腕潰した程度か、なかなかボディには当たりませんね。あ、なに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 、ダブ、うん、うん、な、よくわかんねえな。よくわかんないけど、はい、オッケーにしようか。よくわかんないな。なんだ今の。こっちに来てアタックの、Gガーライフル。落とせ、落とせ。えい、オッケー、ナイス。イェーイ。レベルアップ。あんまりちょっとここ A ボタン連打しちゃダメだよね、これね。よっしゃー。まあ前よりはなんとか戦えている。さあ、ジャーナリスト逃げろ逃げろ。こっちに来い、こっちに。あれ？やばい。動いてないか、ジャーナリスト。あ、ナイスだナイスだ、首の皮一枚。そっか、足やられてるから動けねえんだ、多分。ジャーナリスト。そっか。いや、主人公固くない狙ってくんな、お前。ほんとに。移動力重視がちょっとこれやっぱ足がちょっと弱いっていう。待って、まず先にジャーナリスト助けに行こう。こいつボスだよね。一番後ろのやつ、ちょっと待って、これボスにちょっとじゃあ行くか。いや、グレネードで行きましょうよ。これボスも何気にちょっと消耗してるからね。当たれば当たんねー。うわー、強え、ボス強え。最悪もう足やられてもいいから、やられてもいいからエンド殴り合う。アタックは持ってないよね。アタックはできない。辺に来てアタックは1マスしかできない。ちょっとボスを狙いたいな。ツイガーライフル、ラプター、こいつ寄せ集め装備だわ。ラプター、うっしゃうっしゃ、あ、1だってよ。うわ、ボス強いこいつ、マジか。あー、そうか、ちょっと待って、主人公ちょっとまだ最後だな。ロングトンファ、グレネード、いやーちょっと当ててくれよ、グレネード。うわうわですよこれも。もうここさっそくクリアして、グレネードよりもいい武器もう取りたいわ早く。まだGガーライフルの方良かったのかな。あーもう絶対こっちの方がいいっすよね。うわ、足やられるね、もう本当にやられるね。あー、やっぱジャーナリスト狙ってくるわ。あー、耐えたー、当たらない、当たらない、
そー。ああ、腕つぶされた。腕つぶされたが、向こうは足がつぶれた。やばいな。ジャーナリストの周りにこう、取り囲んでるあの雑魚先に倒した方がいいのか。いや、こっち応援行こう。ちょっと逃げながらでなるけど、向こうが攻撃してきたらこっちも殴り返すみたいな感じで倒す。いや、まあ結果それで倒せればいいや的な感じで思ってる。まあボス強いからこれ周り取り巻きから倒した方が良さそうだな。アタック、ラプター、どうだ。ほらほれ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 、いいぞ。先に取り巻き倒してボスはもうアイテムなりなんなり使うなりして倒すしかないよな。ウィニーライフル、オッケー、ウィニーでいこうぜ。ほらー、ナイス、いいね。さあ、奇跡的にまだジャーナリストなんとか耐えてますが、これまた当たんねえんだよな。グレネード、ボンランチャー、ボンランチャーの方がまあ当たるかな。グレネード当たらんのよね。ガードするでしょ。おい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 、相変わらずのボディには当たらんな。ボディには当たらないんだよ。いや、もう落ちるかな、そろそろこいつ。ジャーナリスト。あ、ナイスだ。粘ってる。おわ、もう、パンチ効くね、こいつ。パンチが効くね。どうなんだ？ガード。OK、ナイス。まずは取り巻きを倒してラプター。ラプターで反撃。はい、大丈夫、大丈夫。まあ、あの、取り巻きはそんなに、なんとか耐えられるね。攻撃、受けても耐えられるんだけど。あー、落ちた！あー、ごめんなさい。具はやべえ。助けてあげることできなかったね。なんか貴重な情報とかさ、なんかこう、ねえ、ジャーナリストだから持ってるかもしれないんだけど、なかなかそうもいかなかったか。申し訳ないね。ウィニーライフル。落とせ、落とせ、6しかねえぞ。オッケー、ナイス。オッケー。よし。オッケー。まずこの取り巻きから行きたいけど、アタック、グレネードで、まだボンいける？じゃあボンいけるんだったら、行ってくれ。はい、どうだ？おっしゃ、おっしゃ、あら、当たんね。2発目当たんなかった。それでもまあ、OK。よし。こいつやっぱ隣に行かなきゃダメか。アタック。ラプター。これで落とせ。よっしゃよっしゃ。なんかこうマシンガンみたいな感じだから、一撃は軽いけど、なんか広範囲でこう当たるみたいな。ボディ、腕、足、まんべんなく当たるみたいな。そういう感じなんですかね。ゼーガーライフル。どうだ。うわー、つえー、つえーな、こいつ。やっぱボスだね。くっそー。オッケー。副隊長、副隊長結構まだ状態いいんじゃない。ロングトンファー、トンファーどうだ。当たったとしてもそんなダメージ食らんない。うー、足やられた。オッケ
こいつは格闘で押し切った方がいいな。オッケー。アタックで、あー、ダメだ。こいつ、あれだわ。トンファーないもんね。ラプター。ラプターも、火力出ないでしょう。だよね。まあ、ボディはまだ生きてるからいいけども。よし、エンド。とりあえず隣だな。隣に割って入ってのトンファー、トンファーでいきます。うー、大丈夫か。殴れ。よしよしよし、効いてる。ゲレベルアップ。こいつはやっぱ殴った方が効く感じがする。体感ですけど。あー、そこ狙ってくるか。やっぱまあ、向こう向こうでやっぱあれだよね。弱ってる機体狙ってくるね。狙ってくる。くそー、やるじゃねえか。ラプター、多分耐えられると思うけどね。おー、ギリギリ。ギリギリ。OK。で、主人公機体って今どんな感じだったっけ。結構やばいね。やばいね。右腕潰されてるもんな。やばいね。いや、これ、ちょっと待って。副隊長。副隊長は、これさ、ボス、もうロングトンファーで倒せたりしないかな。落とせませんかこれ、10。残り10だけど、落とせない。落とせ。よし。あー、ダメだ。ボディにダメージいかなかった。くそー。ダメか。アタック。こっち。グレネード当たらないよね。ピズでいきます。グレネード当たらんと思うから。どうだ？当たれ。よし。オッケー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 。ボス倒したよ、これで。アイテムを入手。井口五式。あら、オッケー、ライフルね。よっしゃ。ボスを倒したとて終わらんと。オッケー、ちょっと、お前逃げろ。そして、主人公、どうだろう。なんか回復アイテム。あー、もう持ってないか。まあ、無理しちゃいかんよな、ここな。アタック。ウィニー。よし。なんとか。オッケー。オッケーオッケー。向こうはもう武器なくなっちゃったんじゃない？あと何機残ってる？ 3 機？おお、お、お、お。弱ってるやつ狙いに行ったな、盾は。ちょっと主人公で。オッケー。殴ろう。ういうぅぅ締まりのね男だな、お前は、本当によ。ここに来て空振るっていうね。肝心な時いつもこうなんですよ、私の人生は。オッケー。いいよ。この一機をちょっと確実に、ちょっと仕留めたいな。グレネード当たるか。どうだ、当たれ。当たった、オッケー。やっぱ足がもう止められてるからなのかな。かわされなくなったってことなのか、ちょっとわかりませんね。エンド。そして緑はもう一回こっちに逃げるとな。オッケーオッケー、よし。これで、向かうと。来てる。来てますよ。副隊長も結構も食らってるの。誰一番？誰もだな。誰も彼ももう満身創痍だよね。ちょっとまだ、あれか。あれしようか。フェーズ終了。イエス。ちょっと、迎え撃つ形の方がいいかな。突っ込んでいくりだったら。よしよしよし。あんま変わらんか。
誰か今この射程でさ、もう攻撃できるやついないの？いないか。ちょっと待って。誰か、いません？あー、いねえなー。いないね。はい。じゃあもう、近づくか。まあ、所詮は雑魚？所詮は、まあ、モブキャラだと思うんで。よし、これ、お前が一番状態いいんだぜ。当たらんとな。エンド。あー、ダメか。攻撃できないな。はい。あー、ガード。ダメだ。主人公もガードしかできない。やっぱ両手に武器も出さなきゃダメってことだよね。トンファーでも何でもいいから。トンファーも出せなきゃダメだな。あれ、もうちょっとめちゃめちゃ何ターンも時間かかっちゃってるけど。ああ、ね、アタックできない？本当の隣来なきゃ。え？隣でもダメか？武器潰されて、腕潰されてる？もしかして。アタック。トンファー。どうだ？はい、わ。ひどい、これ。ひどすぎる。もう、ダメ。倒せない。倒せない。何回やってもこれじゃ倒せない。くそ。相手全然攻撃してこないしね。あ、攻撃してきたわ。グレネード。グレネードでどうだ？当たった、当たった。あー、もうめちゃくちゃ食らうな。くそー、ダメだ、もう黄色しかもうほぼほぼ使えない感じだもんな。あー、なんかここに来て、いや、お前もまだなんか何かしらできるだろう。なんでこれ攻撃できねえんだ。これ段差あるからか、そういうことなのか。この緑守んなきゃいかんな。来た来た来た。副隊長、グレネード。これ当たれば結構大きいぞ。これ当たれば、どうだ？わあ、当たった当たった当たったな。よしよしよし。でもって、黄色がさ、アイテム持ってるね。リペア。もう、左腕。両腕に使いたいけど。OK。OK。あー、やっぱシールドだ。防御しかこいつできない。この射程での、あれか。あれができないってことか。攻撃ができないってことか。はい、ちょっと時間かかっております。申し訳ない。グレネードでいきます。ちょっと、不安だけど、ボディ。おっしゃ、いった、ほら。ナイスー。OK、レベルアップ。よし。OK。もう一回グレネードで、どうだ？いけますか？どうですか？当たんねえ！くそ！ああ、もう時間かかりすぎてる。当たらん。トンファ。ダメだ。いいとこまで来てんだけどね。よっしゃ。いいとこまで来てんだよ。だけども、どうにもならんよな。主人公これ隣に行って、なんかできる？あー、パンチこれ当たればいいんだけど、当たらんのよね。当たったこれ。よしよしよし。
よし、これ一人で大丈夫かな。アタック、ウィニーでいきます。よっしゃー、オッケーオッケー。ボディさえ潰れなければ大丈夫。オッケー、ここはもう差しですよ。うーわー、ボディが、オッケーオッケーオッケー、殴り勝った、殴り勝ちました。よし、オッケー。そしてここはもう殴るしかないな。これで決まってくれりゃいいんだけどね。まあボディはまた大丈夫。うん、足はオッケー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 、よし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 、これでなんとか全部落としたんじゃない。オッケー、敵をすべて撃破しました。ああ、いてた、ああよかった、生きてる。でもすごい戦闘スクープできたぜ、へへ。くぅ、死ぬところだったんだぞ。そうだよね、俺は一流の新聞記者なんだぜ、だからスクープのためなら死んだっていいと思ってる。うん、呆れたわね。なあ、あんた隊長さんだろう、一つ頼み事があるんだけどな。あんたたちを取材させて欲しいんだ。なに、足手まといにはならないよ、バンツァーの操縦は慣れてるんだ。落とされたけどね、好きにしろ、ただし命の保証はしない。一応もう人質なんだから。はい、いいね、ナタリーさん美人だからね、ちょっと頑張っちゃうよ。ミッションコンプリート、ちょっと時間かかったけどね。今回の作戦の報酬は1000円。はい、おー、いいね、オッケー。ボーナスももらって、修理費用はゼロ、オッケー。よし、はい。そしてじゃあ待って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 、これどう動かしてんのこれ。ちょっと待って、バリンデンに来ちゃったよ。ちょっと待って、町を出たいんだけど、ちょっと待って、どこに行きゃいいのこれ、どこに行きましょう的なのなくないですか。まあ、これが一番近い町なのか、ニューミルガン。ちょっと待って、この新たな町があるとかじゃないんだ。あー、はあ、はあはあははあ、じゃあごめんなさい、ちょっと何回も言っていただいて申し訳ないですね。こっちで、じゃあ、はい、じゃあ一回ここでセーブします。多分ショップ、街変わってないからショップのパーツとかはそんなに変化ないんじゃない、多分。ちょっと見てみますけど、うん、だよね、変化ないね。やっぱ次の街行かなきゃこれ以上の装備って多分出てこないのかな。まあでもちょっとまた装備の見直しっていうのが、はい、必要だなと感じておりますので、はい、装備し直すかな、次装備し直してもう一回挑みましょう。まあそんなに大掛かりな編集にならないと思うんで、はい、じゃあ次回は編集してからもう一回本編の方ね、バトルの方入る形になると思います。はい、OK。じゃあ今回はとりあえずここまでにしておきます。ご視聴ありがとうございました。